どうもです、つくもやよ。11月14日世の六曜は全部、何事も控えめに、午前は今日で午後が吉、ルカは日の音、殺戮を示す影の木、土から芽を出した剣で伸び悩んでる状態を示しとる。十二支はうさぎ屋根、どっちも影の木、草木が土の表面に芽を出した状態を示しとるんよ。ほんで、この十巻と十二支から音読五行を読むと、いいわ言うてんな、良くも悪くも勢いを増す行けや。全部で控えめにせんなあかんのに、なんや秘話で勢い増すって相反しとるような感じやけど、まあまあ、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になるとええね。ほな、またねー。